そうね、別に僕はその悪いことをやってまで金を稼ぐ必要があるのかと言われると、そんなことする必要ないんじゃねって思うんですけど、お金ができることってたかが知れてるし、その悪いことをやった結果、そのデメリットがついてもあるので、例えばほら、1年間は悪いことをして、でお金稼いだとしてもさ、人生80年、残りずっとその、なんか悪いことをしたなという自覚をしながら生きていかなきゃいけないし、その、例えばじゃあ警察官の指令ができた時とかさ、あとなんか自分の過去をなんか聞かれた時とかにさ、なんか不安を感じたり緊張感を感じたり、なんか朝起きたら俺は逮捕されるんじゃないかみたいな意識をさ、毎日持って生きなきゃいけないわけじゃん。だからその今現在お金が欲しいよっていうのは分かるんだけど、その後の人生、その罪の意識だったりとか恐怖感とか不安をずっと持って生きていかなきゃいけないのよ。でそっちの方が僕きついと思うんだよね。だってさ、朝ピンポーンってなってさ、突然はい警察ですって来るかもしれない、毎日なのよ。で人ってね、そういうの忘れられないのよ。なぜなら人間っていうのは不安に関してはずっと記憶している生き物だ。ほら伏線が回収されたなので悪いことをするっていうのはそれだけ実は重いのよ。で捕まった人が結構ねすっきりしたっていう人多いのよ。要はもう不安を感じなくていいんだっていう解放感っていう、結構ね捕まった人の話聞くと分かるんだけど、解放感っていう人多いのよ。要は毎日不安を感じたんだけど、もうその不安を感じなくていいんだっていう、なので罪悪感を持ち続けることっていうのは実は結構ねコスト高いのよ僕なんか別に悪いことしてないから僕大丈夫なんですけど、来週4月20日ニコニコの公式雑談